はい、整いましたはい今日のお昼でございますえー、お茶漬けシリーズ第2弾えーっとまずは1品目こちらえー、きゅうりを生きゅうりをちょっとたたいて折,り折ってそれを切っただけですそれにこれ ええと、これね。これは私の手作りの、ええー、青唐辛子味噌でございます。はい。これをつけていただくと。まず一品目。そしてこちら。ええー、とね、厚揚げでございますね。厚揚げを、ええー、バターで軽く炒めて、 えー、切りました。で、普通はこれに、私いつもは、えー、生姜醤油でいただくんですが、えっ、ー、と、今回は、この前、一度、皆さんにご紹介したと思うんですが、これなんです。はい。ね。何だろう、これ。ちょっとね、見た目は悪いかもしれないけど、これね、えー、 青唐辛子の麹漬けになっておりまして、ちょっとね、ドロドロして、あの、ちょっと液体系になってますけども、えー、これはちょっと私、わざわざそうしております。調味料として作った方の一部でございます。はい。で、これを今からこの上にかけていただくという形になります。よいしょ ドドロドロしてるねはい、えー、ちょっとお見せしましょうはいほら目ちょっとしょって合わないかなはいはい青唐辛子の麹漬けでございますこれをこの上にかける <laughs> ねこれでもうバッチリでございますうん うん、美味しいもうこれだけでもねほんと美味しいんだけど、えー、これだけでも美味しいんだけど、えー、どうでしょうか、はい、じゃあ早速いただきます い、きますすよはい、お茶漬けでございますまずはえー、っときゅうりをつけてねっ青唐辛私のお手製でございますもうこれ2年ものになっております、ね、冷蔵庫で保存してるので全然 OK ですね 食べます、お茶漬け、いただきますうんうん美味しいこれねあの、ちょっと叩いてるのでちょっとね、あの厚めに切っております うんおいしい全然いけますよこれだけであこれビール飲む人は最高かもしれない普通はね味噌とかつけたりしますけど私は青唐辛子味噌をつけて食べますねはいそれからこれですねっあのただ単にバターで焼いただけですからこれ はい、これをつけて食べますようん、うん、おいしいわこれいつもねしょ女優だなんだけどこれはねあもうね早くも胃の中でもう、体の中心で青唐辛子が愛を叫んでますなことないか <laughs> うん <laughs> おいしいあの今のは厚揚げはほら中が絹ごし豆腐なんだよねでトロトロなんですよでその割が <laughs> えー、ごめん <laughs> あ、青唐らしくは来てる、えー。その周りにあのバターでこう旨味が増加されてるので。すごく美味しいです。はい。<coughs> ちょっと来ちゃったか。<coughs> 辛い <laughs> そういうことで今日もお昼でございましたまんぽでごいましたありがとうございます